ジェルイスこと、ジョゼルイスメンデス・アンドラーでは、カーボベルデとポルトガルのサッカー選手。カーボベルデ代表。ポジションは FW。フォゴ島に生まれ、2009年に、ジルビセンテ FC で選手となった。2009年11月29日にリーガプロで選手初出場。その後同オシーズンはも合計4試合しか出場がなかったが4得点を決めている。 2010から11シーズンに、パウロ・アルベスが監督に就任すると、10得点を記録。チームもプリメーラリーガに5年ぶりの復帰となった。2011年6月2日に、SC ブラガに5年契約で移籍。2012年には、フルスノジルビセンテに3ヶ月間の期限付き移籍。2013から14シーズンには、ビデオトン FC に期限付き移籍。それ以外にも SC。 ブラガビーで出場するなど、トップチームにはなかなか定着できなかった。しかし、2015年4月7日に達者でポルトガルで、自身初のハットトリックを決めると、エデルとポジションを争うようになった。2015年7月7日にロシアプレミアリーグの FC スパルタクモスクワに移籍2016から17シーズンは5得点を記録し、 クラブとしては22回目のタイトル獲得に貢献した。2017年7月に2021年まで契約を延長。2018から19シーズンもリーグで10得点、その他で4得点と結果を残した。2019年7月2日にスパルタク・モスクワは FC ポルトへの移籍で合意したと発表、3日後に4年契約を締結した。 二試合で三得点の鮮烈なデビューを果たした。2020年10月6日、FC ロコモティフモスクワと3年契約を結んだことが発表された。2010年5月24日のポルトガル代表との親善試合でカーボベルデ代表初出場。アフリカネーションズカップ2013のメンバーにも選出されたが、個人的な事情によって辞退した。 2014年9月6日のアフリカネーションズカップ2015予選のニジェール代表戦で代表初得点を記録4日後のザンビア代表戦でも得点を挙げて勝利に貢献アフリカネーションズカップ2015にも出場が決まったありがとうございます